こんにちは、花山さん。ちょっと人脈について私の考え方を申し上げます。一部私オリジナルの考え方なんで、なんだそれはと思われるかもしれませんけど、まあ聞いてください。私はね、ビジネスで稼げない時とか物が売れない時って、その辺の草を食って1万円くれるって言われたら食べてましたね。で、私は岡山で、3ヶ月ぐらいね、大学生の時に3ヶ月ぐらいアルバイトでホストをやってたんですけども、売り上げのためには女性の目の前で脱いだハイヒールにワインを入れてこうやって飲むこともしてました。要するに金を稼ぐとかビジネスっていうことに、その世界に入ったらどこまでへりくだっても売り上げが立たないことの方が恥ずかしいと私は思ってるんですよね。だからその辺の草でも食うし、落ちていたメロンパン、歯型がついたやつを食べて生き延びていたし、私はね、へりくだるっていう見方もあるんですけども、いろんな考え方があっていいと思うんですけど、私の場合は自己否定がね、もう究極までいってるんで、それこそね、ビジネスをしていて人が面白いとか私を蔑んだ対価として金やるよって言うんだったら全然やりますよって感じだったですね。それは自分の売り上げとか資産が増えていくに従って、そこまで嫌なことをやらなくてもいいかなっていうふうになってきたら、あんまりね、こうへりくだる必要はないかなとは思ってるんですけども、それでもね、自分よりも2つぐらい、桁2つぐらい落として、私は自分の力量が相応だというふうに思ってるんですよ。そのぐらい私は自己否定感が強いと言いますかね、もうちょっと、落とした方がいいかなとか、そこまでいい気になる必要はないかなと思わないと、私は元来ものすごくいい気になって、周りの人と、ね、比較してこう天狗になる体質なんですよね。それは幼い頃からいろんなことで周りの人をねじ伏せてきたりとかね、時には暴力だったりとか悪知恵とかで何も言い返せないようにして支配してきたっていう、そういうふうな自分の人生を振り返ったから余計に思うんでしょうけども、やっぱりもっともっと自分のことをね、もうへりくだっていって、で、もう全てのことに対して出会う人、出会うもの、出会うアクション、全てがもう学びだとか先生だとか思う気持ちでやらないといけないなと思うんですよね。もうそのぐらい思わないと、私はすぐ図に乗るタイプなんで、いつも自分を戒めています。それから人脈についてなんですけども、私にとっての人脈っていうのは自分に対してメリットがある人というよりも、自分がお役に立ちたいと思う人、これが人脈なんですよ。あなたのために何かをしたい、あなたのために何かやらせてくださいって思えるような人が私の人脈であって、私に何かしてくれる人は別に人脈ではないかなと思ってるんですよ、実は。で、これをね、速稼塾のマインドセットにしてるんで、自分にメリットがある人を集めようと思って人脈って言ってるのは、私はそうではないと、その捉え方でもいいんだけど、私個人はこの人のお役に立ちたいなって人を見つけたら、その人が人脈だと思うんで、どんどんギブしたくなるわけなんですよね。で、今ネタを明かすとね、これ今までも何人かの方には言ってきたんですけども、実はYouTube をやってる時にね、私は自分のチャンネル登録よりも2桁下ぐらいの人を付き合って、その人の情熱とかね、アクションとか夢とか目標とかっていうのをやっぱ知りたいなと思っていたんですよ。で、これはすごく表現を気をつけないといけないんですけども、はっきりと言わせてもらうと、実はね、昨年花龍馬さんにアプローチした時に、花龍馬さんがすごく目があるんじゃないかなと思って、チャンネル登録百数十人のところで、キリッとね喋っておられたのを見て、この人が1万人のチャンネル登録になるまでちょっと競争してみようかなと思ったんですよね。そしてこの人に学んでみようと思ったわけなんですよ。でも実はね、そう思った人は、私はね、昨年は100人いたんですよ。だからチャンネル登録が100人前後とか200人前後の方に毎日のようにアプローチして、で、100人ぐらいの人を候補にして動画のメッセージを送っていたんですよね。で、1年経って生き延びてるのは花屋龍馬さんたった1人なんですよ。で、私はそういうふうにして、ちょっとこう、2桁下といったらあれですけど、チャンネル登録だけで測れるものではないんですけども、2桁ぐらい下の人と対等にやってきて、その人から何を学べるかなっていうふうな挑戦をしていたんですよね。その結果、私はお釣りが来るぐらい花屋龍馬さんからものすごくいただいたこの1年でございました。ということで、人脈っていうのは、私が誰かのために何かしたいと思える人が人脈であって、自分に何かをしてくれる人は人脈とはね、私は定義してないっていうかね、定義っていうほどのね、大したもんではないんですけども、どちらかというとこの人のために何かしたいなという人を見つけたら、私はその人人脈だと思って、この人を一等中の存在に自分の影響力でできないんだったら、自分の人生その先はないぜぐらいのことを思いながらね、今年もいろんな方にアプローチしてですね、よし、来年にはこの人をね、例えば YouTube だったらチャンネル登録1000人とか2000人とか3000人してみるせるぜみたいなね、
そんな気持ちを腹に、落としながら今日もチャンネル登録数十人とかね、百数十人の方に、まあ、メッセージを送ったりしてるわけなんですけどね、なかなかでもね続かないですね。やっぱりね100人中1人ぐらいだと思います。そのぐらい花屋レモンさんは逸材です。まさに神の道。いってらっしゃい。